批判さんというか実は私はもう泣きそうですした。すごい今年のな組織力がすごい。だからそのおかげはやっぱりね、まあもちろんみんなの力もそうだけど、このなんかこう言いづらいことをガンガン言うともか、こう普通ならねあんまりこうね言いたくないんだけど言わなきゃいけない、その責任感が素晴らしい。で今回泣かせるお客さんを泣かせる目的だったけど、友果が一番泣いてた。可愛い。 で、まあ、お前こういうみたいに泣いちゃったんですけど、本当眠れない日が続いて、みんなも辛かったけど、ここまでできてすごく嬉しいです。ありがとう。